MIDI MIDI ミュージカルインストルメントデジタルインターフェースは日本の MIDI 企画協議会 JMSC 現在の社団法人音楽電子事業協会と国際団体の MIDI マニファクチャラーズアソシエーション MMA により策定された電子楽器の演奏データを危機感でデジタル転送するための世界共通企画物理的な送受信回路インターフェース通信プロトコル ファイルフォーマットなど複数の規定からなる。ミディは主に音楽の演奏や制作に利用される。ミディ規格に沿って作られたデータ、すなわちミディデータは、銅をはじめとしたシーケンサーなどで扱うことができる。これらミディデータによって送られる情報は、実際の音ではなく音楽の演奏情報、発音せよ、音の高さは低、く、音の大きさは低。く。 といった楽器や音源へのメッセージであるので、そのデータサイズは、オーディオデータ、つまりマイクなどで録音された、実際の音の波形を、デジタル化、サンプリングしたものに比べて、非常に小さい。現在、MIDI は、音楽制作の現場のみならず、通信カラオケ、携帯電話の着信メロディの制作などで幅広く、利用され、電子楽器以外にも、 劇場の舞台照明のコントロールなどにも応用されている。また、ミディ規格の存在とパソコンの普及は、ホビーとしての音楽制作、DTM を一般化した。ミディ規格は、ハードウェアとソフトウェアの両分野にまたがり策定されている。ハードウェアとは、ミディインターフェースや、送受信回路、端子に関する分野、ソフトウェアとは、ミディデータフォーマットに関する分野である。 この MIDI データフォーマットは、MIDI 機器同士がリアルタイム通信する際のデータ規格であって、このデータを保存流通させるファイルフォーマットとは異なる。さらに、ミ d ィの普及に伴い RP、レッキメンデドプラクティス推奨実施例という拡張規格も策定された。音色配列などを厳密に定めた GM システムレベル1やミデータを保存流通させる。 ファイルフォーマット、劇場の舞台照明をコントロールする規格、MIDI 小コントロールも、この RP に含まれる。MIDI は JIS、日本工業規格によって、以下のように規格化されている。MIDI には、31.25kbps、プラスマイナス1%の非同期方式シリアル転送を、用いている。MIDI 機器、ハードウェアは5ピンのジンコネクタで接続するのが、 一般的である。両端に位置する1番ピンと3番ピンは、現在の使用上では使用されず、中央2番ピンは、ケーブルのシールド用に、4番、5番ピンが、デジタル信号の伝送に使用される。ミディケーブルの両端はどちらもオス端子で、シールドされた、ツイストペアケーブルとして設計される。コネクタには、ミディ信号を受け取るミディイン、ミディ信号を送信する、ミディアウト、 受信したミディ信号をそのまま送信するミディセルの3種類がある。機器パネル側は常にメス端子となる。や、障害の連鎖防止のため、ミディ機器同士には電気的絶縁が規定されており、受信側内部では設置線の2番ピンは接続されず、信号はフォトカプラで受信される基本仕様となっている。フォトカプラを経営するたびに信号波形の再現性が下がるため、ミディセルを 多段直列すると通信エラーが発生することもある。並列に複数の MIDI 機器を接続する場合や、信号系統を簡単に切り替えたいときは、MIDI パッチベイを用いるが、これを使うことにより多段時の通信エラーも回避できる。MIDI はバスではない。MIDI イン端子と MIDI アウト端子が別々で用意されている。ことからわかるように、MIDI ケーブル間のデータは一方向に送信される。 当日するアクティブセンシング機能で接続状態が良好か断線していないかを常に判定しておりアクティブセンシングが途絶えたときお互いのミディ機器はケーブルが抜けたと判定するよう作られている現代にはミディインミディアウトを使わず RS-232C USB IEEE 1394などの規格を 使った接続を行う機器も存在している。この場合、ミディケーブルではなくこれらの規格のケーブル内をミディシンが通るため、転送に関して上記の通りではない。二本のミディケーブルを用い、お互いの機器のミディイン、ミディアウトをそれぞれ繋いだ状態を一つのシステムと捉える。このシステムごとに16のチャンネルが用意される。基本的に一つのチャンネルに一つの楽器。 一パートが割り当てられる。これにより、一本のミディケーブルで16チャンネル分のデータを送信もしくは受信させることができる。例えば、1チャンネルのピアノと3チャンネルのギターを鳴らすといったことである。16チャンネル分のデータは、口述するチャンネルメッセージにて正確に分類され、相手機器の各チャンネルに届く。それ以上のチャンネルを制御するためには、 ミディケーブルが複数本必要となり、ミディデータのパート数、イコールチャンネル数によっては、複数のミディ音源を用意する必要も出てくる。ミディ規格上のデータの送受信は、すべてミディメッセージで行われる。ミディメッセージは、複数のバイト、8ビットで構成されている。電子楽器の鍵盤を弾いたことで、音が出るという一連の流れもミディメッセージで制御されている。 バイト単位で処理していくため、文言上では16進数を用い、数の後に H を付ける。MIDI メッセージを効率よく送信するために、MIDI メッセージに使用されるバイトは、ステータスバイトか、データバイトの大きく2種類に分けられる。ステータスバイトとは、MSBE、モストシグニフィカントビットが、1、すなわち 80HFFH までの128個の、 バイトを指し、データバイトとは、MSB が0、すなわち 00H7FH までの128個のバイトを指す。ミディメッセージは、複数のバイトで構成されていると前述したが、これらの戦闘は常にステータスバイトで始まり、ステータスバイトの後に任意の個数のデータバイトが続く。ステータスバイトでは、ノードオンやコントロールチェンジ、 システムエクスクルーシブなどを定義する。データバイトは、ステータスバイトで定義したものについて、その内容や数値を指定するのに使用する。ステータスバイトが 80HFFH のうちなんで、あるかによって、チャンネルメッセージ、システムメッセージに分かれる。チャンネルメッセージとは、特にチャンネルを指定して送信する、右メッセージのことである。 チャンネルメッセージのステータスバイトは 80HF 値である。ここからさらに、チャンネルボイスメッセージ、チャンネルモードメッセージと分類される。チャンネルボイスメッセージとは、音を鳴らす、止める、音色を変える、ピッチを変えるといった、音源の演奏に必要な情報に関する定義の、ことである。最大2つのデータバイトが続くことで、その内容、数値を決定する。 ステータスバイトの回4ビットが、ミディチャンネル番号マイナス1、0、0hh は、チャンネル1、15、fh はチャンネル16を表している。データバイトにて指定する、ノートナンバーとは、最も低い音を0、最も高い音を127と割り当てた音の高さの、ことであり、半音刻みとなっている。中央には、ノートナンバー60が割り当てられ、88鍵盤の、 グランドピアノで出せる音域、AAC8 の7オクターブ強は、ノートナンバー21から108と割り当てられるので、ミディではそれよりさらに広い音域、C-1G9 の10オクターブ以上をカバー、できる。また、ベロシティとは、音の強さ、楽器で例えれば指などで一本の弦や弦板を弾く、速さによって変化する、音の強弱強弱法のことである。 1>, 1から127まであり MP、メゾピアノが64となり、127が最も強い。なお、以下の説明では、これら0から127までの数字を16真数で表記する。また、N はチャンネル番号を表す。ステータスバイト部の N には 0HFH が代入され、これは1チャンネルから16チャンネルを表す。 90H3CH40H というミディメッセージがあったとすると、これはノート音1チャンネル。3CH イコール60なので中央波を鳴らす。40H イコール64なので MP で鳴らすという命令である。チャンネルモードメッセージとは、ある楽器は和音が出せるのか、16チャンネルは区別するのかしないのか、といったことを設定するための定義のことである。 BNH で始まるが、コントロールチェンジには含まれず、BNH の後に 78H7FH が続くと、チャンネルモードメッセージのいずれかと判断される。多くの場合、第2データバイトには 00H がダミーとして、送信され、受信側も無視する。ステータスバイト部の N には 0HFH が代入され、これは1チャンネルから16チャンネルを表す。システムメッセージとは、 チャンネルに関係なく、ミディシステム全体に対する命令を行う、ミディメッセージである。システムメッセージのステータスバイトは、f h f f h である。機能ごとに、システムエクスクルーシブメッセージ、システムコモンメッセージ、システムリアルタイムメッセージの分類される。システムエクスクルーシブメッセージ、シスエクス、またはシセックスと略記し、 シス EX と読む場合もあるは、ミディ機器のより細かい設定を行ったり、音色データやサンプリングデータを送受信するなど、各メーカーのミディ機器の固有のデータのやり取りに使用できるシステムメッセージである。ステータスバイト f イ h で始まる。ミディメッセージは、大抵2バイト程度のデータバイトで成り立つが、シセックスは、ミディメッセージ中、唯一データバイト帳が指定されていない。 可変調のため、最後にシステムコモンメッセージとして定義されている F7H&OVEX クルーシブ、YAX を送信することでシセックスの終了を表現する。システムコモンメッセージは、主にシステムリアルタイムメッセージと併用され、MIDI シーケンサーなどの同期に使用される、ステータスバイト以下にデータバイトが続くものが多い。システムリアルタイムメッセージは、 ミディシー検査などの同期ミディタイミングクロックに使用される。ステータスバイト以下にデータバイトは続かず、単独の1バイトのみで機能する。リアルタイムに送信される必要があるため、最優先で送信される。サンプルダンプとは、システムエクスクルーシブメッセージを使用して、サンプラーとミディ機器で、サンプリングデータを通信する規格である。サンプルダンプに関するフォーマットを、 サンプルダンプスタンダード SDS という MMA が1987年に提案した企画で MMA-0003 として定義されている。ただし、前述の通りミリの通信速度は 31.25kbps とデータ転送用途としては非常に遅い上、現代には USB や IEE-1394 などの 高速シリアルバス普及しているため、一部の学習、研究用途を除き使われることはなくなった。スタンダードミディファイル、SMF とは、ミディ機器やミディメッセージを用いる演奏に関するデータの保存形式であり、メーカーごとのソフトやハードに関係なく使用できる共通のファイルフォーマである。拡張子は、MID、いわゆるミディデータは、 演奏形式である前述したミディデータフォーマットの略称であるが、このスタンダードミディファイルを指すべく拡大使用される場合がある。アップコード社により独自企画として提案されたが、1991年7月に、アメイと MMA により RP、レッキメンデドプラクティスという拡張企画の第一号、RP-001 に追認された。RP、 デッキメンデドプラクティスとは、ミデ規格策定後、利便性を高めるための推奨実施例として、拡張された規格である。現在すでに複数の拡張規格がアメイト、MMA により承認されており、いずれも共通規格として、ミデ規格に組み込まれている。前述のファイルフォーマット、スタンダードミディファイルも RP の一つ。GM システムレベル1、通称 GM。 ゼネラルミリとは、それまで、各、メーカーごとに異なっていた音色配列を統一する、ことを目的として策定された、RP である。1991年に RP、RP-003 にて、定義されている。音色配列のほか、最低同時発音数や音色数、コントロールチェンジの効き具合といったことも指定されている。さらに、従来の GM では、 時代の進化に伴い補いきれなくなってきた部分を保管するため GM システムレベルに GM2 が上位規格として拡張された。GM とは完全な上位互換性を持つ。後に主に携帯電話の着信メロディの制作用途としてゼネラルミディライト GML も上位規格として拡張された。DLS ダウンドディベルサウンズは SMF データを サウンドカードなどの音源機器に転送して再生するために策定された RP である。1997年に RP-016 にて定義されている。再生する音源が異なると作者の意図しない音色で再生されてしまう SMF とは異なり DLS 対応機器ならほとんど同じ音での再生を行うことが可能とる。拡張子は DLS 後に上位規格である DLS レベル2.1や携帯電話向けのモバイル DLS が拡張された。XMF Extensible Music Format は MMA によって提案された新しい音楽ファイルフォーマットである SMF や音声ファイルである WAV などが一つのファイルとして格納できるようになっている。複数回開口されており、それぞれのバージョンごとに RP として承認されている。また、複数の用途に向けて、複数のタイプが定義、検討されている。XMF に関する拡張規格も用意されている。ミディショーコントロール、ミディショーコントロール、MSC とは、照明や映像機器など、ショーの演出をコントロールする目的で策定された、RP である。1991年に、RP-002、後に、 RP-014 にて定義されている。ミティタイムコード、ミ d ィタイムコード、MTC は同期システムを組むことを目的として策定された RP である。1987年に RP-004 にて定義されている。ミティ企画策定時に同時に策定されたミティタイミングクロックは絶対時間を持たなかったが、 寸プとの普及につれミディ上でも絶対時間を持ったクロックが必要となってきたことが MTC 策定の背景である。ミディ策定団体である MMA が中心に提案したため RP の他に m m a 0 0 0一としても定義されている。寄付情報はミディデータ、ミディメッセージの集合を楽譜上に音符として表示するために策定された RP である。 RP-005、RP-006 RP にて定義されている。ファイルダンプとは MIDI ケーブルを使って SMF データを転送するために策定された RP である。RP-009 にて定義されている。MIDI マシンコントロールとはシステムエクスクルーシブメッセージを用いて MTR や VTR を制御するために策定された RP である。 1992年に RP-013 にて定義されている。SMF with l y r i x s m f Language and Display Extensions とは SMF のメタイベントとして用意されている歌詞、格納機能を拡張した RP である。1999年に RP-026 にて定義されている。メタイベントと違い、表示を目的としており、 曲タイトル、作曲者名、作詞者名、歌詞や振り仮名を格納できる。カラオケの歌詞表示や、楽譜上の歌詞表記などの用途を想定されている。また、日本語、シフトジスも使用できる。ミディメディアアアダプテーション画像法 IE-1394 e は、ミディインターフェースなどのミディ機器を IE-1394 e を用いて接続することに関する RP である。 2000年に RP-027 にて定義されている。SP MIDI、スケーラブルポリフォニーミディはあらゆる音源で最適なデータを再生するために策定された RP である。2002年に RP-034,RP-035 にて定義されている。例えば通常だと24ボイス、パート数を持つ。 音源用に作られたデータを16ボイスの音源で再生すると8ボイス分は無視されてしまう。このままではデータ制作者の意図した再生ができないため、従来なら24ボイス用、16ボイス用と複数のデータを用意する必要があった。この SP MIDI の規格に従うと一つのデータに前もって複数環境分の情報を収録できるので少ない工数で、 あらゆる音源で問題なく再生ができるようになる。この技術は主に携帯電話向けに使用される。MIDIXML、m i d i n a m e s DeviceTips&Events in XML は SMF を XML で記述することを目的として策定された RP である。2003年に RP-038 にて定義されている。RP として承認されていないが、 各メーカーが独自に打ち出した企画も存在する。中には、比較的一般的となった企画も存在する。ただしメーカーに左右されるため、メーカーを超えた互換性はない場合が多い。なお、現在はこれ以上の音色配列などに関する企画の複雑化を防ぐため、アメー、MMA どもに GM2 に一本化することを求めており、また GSXG は、 お互い企画をオープンにして相互にサポート好きとしている。しかし実際にはローランド製、ヤマハ製の製品であっても、GS X、g s XG 自体をサポートしない製品が増えてきたことも事実である。同じ楽譜で演奏をしても演奏者や楽器が異なると音が違って聞こえるように使用する音源を変えればで音は違ってくる。そのため 例えばインターネット上で配布されているミディデータをデータ制作者の意図した通りに演奏するためには制作者が使ったものと同じ音色設定を完全に一致させた音源が必要になる。たとえ GS 対応と歌っていても GS 対応音源なら何でもいいというわけでなくどの音源モジュールを使うかによって音は異なる。GS フォーマットは1991年に ローランドが提唱、策定した音色配列などに関する独自企画。RP-003 である GM を拡張して作られたと思われがちだが、こちらが先行している。GM は GS から他社と共有できる部分を抜粋し、標準化したものである。GS に対応した音源には、SC-55 や SC-88、プロなどのローランド SC シリーズが有名。 XG フォーマットは1994年にヤマハが提唱、策定した音色配列などに関する独自規格。ヤマハ製の音源モジュールやシンセサイザーの互換性を持たせるために GM を拡張する形で作られた。XG に対応した音源には MU80 や MU500 などのヤマハ m u シリーズが有名。本校ではミデ規格が使われる用途と、 ミディ企画を使用するハードウェア、機器、ソフトウェアについて解説する。なお、過剰音楽にしているハードウェアやソフトウェアは一例である。総合的な音楽制作用途はミディの代表的な使用例である。パソコンとソフトウェア音源さえあれば、大掛かりな設備投資をする必要なく、DTM を楽しめるといったことで、90年代から一般の趣味としても普及しだした。 現在は、オーディオ編集とミディデータ編集を同時に行える、統合環境動画、業務向けを中心に普及している。かつては、ハードウェア音源の代わりに、PCM 音源等の音源データをソフトウェア向けに加工し、パソコン上のサウンドボードで、ミディファイルの再生を可能にしたソフトウェアミディ音源も開発れた。しかしながら、 同時発音数や音質が CPU の性能に依存するなどソフトウェアミディ音源発売当初はリアルタイム演奏には不向きであった。現在は一般のパソコンがソフトウェア音源を処理するのに十分な性能を持ったことや再生時に音源が不要な MP3 等の圧縮音声ファイルフォーマットの普及により一般ユーザーでは d t m 愛好海以外のハードウェアベースの ミディ音源の使用は著しく減少している。録音や MA、マルチオーディオでもミディは使用される。演奏情報の送受信ではなく、システムメッセージを中心とした同期処理が行われている。カラオケで流れる歌声のない音楽はミディデータで制作されていることが多い。最新曲のミディデータがインターネット回線を経由して各カラオケ店舗に送信されてくる。 通信カラオケと呼ばれるのはこのためである。なお、カラオケデータ、カラオケ用ミディデータは、カラオケデータ制作専門のプログラマなどが、ソフトシーケンサーなどを用いて制作し、通信カラオケ配信会社、クライアントに下ろす仕組みとなっている。2000年代前半によく見かけた32話オン、対応や40話オン対応といった着信メロディにも、ミディ規格が応用されている。 携帯電話向けの RP も複数拡張された。1991年に RP-002 として MIDI 小コントロールが定義された。これにより MIDI で舞台装置、照明、演出効果などが制御できるようになった。鉄道のプラットフォームで流れる発射メロディや学校、会社で流れるチャイムを再生するタイマーなどでも MIDI 規格が応用されることがある。 ミディの基礎知識や業務レベルの細かい知識などを問うミディ検定が1999年により実施された。現在4、3、2、1級の4階級が用意されており、2級には2級筆記試験と2級実技試験の2段階が用意されてい3、2級検定試験は年1回の実施、ミディ4級検定試験は各公認講師、 指定校による随時開催となっている。2で検定開始から11年間、一級試験は実施されず二級実技試験が最高級とされていたが、2010年1月15日より一級試験が新設された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。